こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回紹介するのはですね、やはりウォークマンなんですけど、ちょっとね、今回の入手したやつはちょっとね、まあ汚れてるってんじゃないかな、ちょっとね、見た目がちょっといまいちかなって思うんですけど、今回入手したやつはね、もともとはこう綺麗だったんだと思うんですけど、WM のですね、FX2 っていうモデルです。これはですね、1995年に作られたモデルで、当時ですね、3万1000円で売られてたようなんですね。はい。で、こんな感じになってます。これのね、特徴としてはですね、まあ80年代のやつっていうのは、こう、例えば、そうだな、こういう形でですね、こういう風に開くんだよ。こういう風にね。なんですけど、この場合はね、この場合はちょっと変わっ違ってて、これがですね、縦に開くんですよね。こうやって縦に開く。この違いですね。こう、ちょっと違うんですよね。で、これ90年代デザイン変わって、こういうものも作られます。この辺も、これ WX1 っていう、これとですね、まあ、FX1 ですけど、こう、まあ、なんとなく似てるんですけれど、こうやってね。これがね、EX1 もそうかな。EX1、EX2 っていうのがあって、それが、再生専用なんですけど、これはちょっと違うんですけどね、WX1 と FX2 なんですけど、これも EX1 と EX2 の派生モデルかなって感じです。なんですけど、はい。そしてですね、なので、こんな感じでね、テープ入れるのはですね、ちょっと見にくいな。テープの入れるところ、こうなってますね。ですから、横から入れる感じになりますね、テープは。こうやって入れる。なんていうか、縦から入れるというか、横から入れるというかわかんないけど、こういう形でね、入ります。はい。こういう形で、こうやってカチャって入ります。後で、ちょっと再生してみますけれども、こういう形でなりますね。そして、これはね、FX って、FX2 なんですけれども、F っていうのは、これがラジオですね。ラジオの機能のついたウォークマンということになります。そしてですね、これ、ここね、ここ、操作ボタンのところが、こう、スライドするんですよね。こう。そして、これ閉じるとですね、これが、ホールドモードになって、操作が効かなくなります。で、これ開けといて、こう、で操作しますね。で、電池はですね、ここに入ります。こう、ガム型の電池ですね。こういうのが入ります。で、ガム型の電池は Amazon で、充電器と一緒にですね、一緒でも、1000円ちょっとぐらいで売ってるんで、ウォークマン使う人は Amazon で電池と充電池買ってください。これ、そして、ですね、あと、イヤホンですね。イヤホンここですね。これはまあイヤホン、普通のですね、ミニジャックのイヤホンが使えます。これ、リモコンがここにつくんですけど、今回入手したやつはリモコンなかったんでね。ただ、操作そのものはですね、本体側で全部できるんで問題ないと思います。そしてですね、まあ、細かいところで言うと、これボリューム、ここにボリュームがありますね。で、これが、カセットの、蓋の、こう、開けるところですね。こうやって開きます。ここね。はい。そして、これはね、BL スキップっていうスイッチがありますね。これ BL っていうのはブランクですね。スキップ。要するに、何秒だかちょっと取説見ないとわからないですけど、
10秒とかそのぐらいかな、あの無音状態 になるとですね、自動的に、早送りしたりする機能ですね。それのオンオフ。ただしこれはね、あの結構微妙でね、あの取説にも、あ、この辺の取説はちょっとなかったんですけど、他の取説なんか見ると、まあ、テープのですね、あのテープの種類っていうか、なんですね、性質によってはですね、このブランクスキップっていうのはうまく働かない、無音を取るんですよね。なので、あの例えば再生のテープとかね、一度録音して、もう一回ですね、録音し直したテープとかっていうのは完全に消えてなくて、前の、音が残ってたりするんで、それをこう無音でない、無音を検出できないでね、あのスキップしないっていうこととか、いろいろな、ね、ことがあってですね、この辺はうまくいかなければ、これオフにして使うっていうことを取説には書いてありますね。 あとですね、これはあ、FM のバンドですね。これは、あ、FM バンドとドルビーかな？ドルビーの音楽ですね。これ、FM はモノラルと、こう、ステレオ、AM、AM 持ってるんだけど、ST、FM、AM って書いてあるけど、AM ステレオなのかちょっとよくわからないですけれども、FM、のこうモノラルとステレオ、そしてですね、ドルビのオンオフをここでやりますね。でここに、ボリューム、音量のボリュームがあります。そしてまあ本来であればね、ここにあの電池の外付けのボックスがあるんですよね、付属してるんです。そうすると乾電池、炭酸の乾電池でここを使えるようになるんですけど、これには、まあ、入手したときに、オークション、あ、これはね、ヤフオクかな、どっちだ、これはね、結構ね、直らなかったんですよ、ずっとね。直らなかったんで、多分、波動かなんかに行って買ったんだと思いますね。これはね、結構ね、あの、ゴムベルトの部分が微妙で、以前は、1ミリの幅のね、ゴムベルトを使ってたんですけど、あ、太さですね。それだとね、これ直らなかったんですよ。最近なんか見るように、こういう遠い国からですね、あの、ゴムベルト、特殊なゴムベルトを入手できるようになったんで、やっとこれは修理ができたっていうことなんですね。バッテリーの LED もここについてますね。こんな感じかな。そして操作の仕方は、ここが、あの、バンド。バンドって書いてあるの、これ、これ、あの、なに、これ見えるかな？見えないかな？ FM の、こう、モード切り替えます。で、これを押すと FM とか、あ、FM じゃない、ラジオのモードが変わりますね。で、この真ん中のこのストップボタンを押すと、これラジオの場合はオフします。はい。これ見えないかな。ちょっと、はい、拡大して。何分ですね、カメラがね、あの、デジカメを使ってやってるんでね、あの、こう、あの、撮影中にですね、拡大したりとかこうできないんですよね。なので、ちょっと見にくいかもしれない。こういう形でね。ちょっと見にくいかな。わかるかな。はい、こうなってますね。ここバンドを押すとですね、こう切り替えます。あのラジオモードが切り替えます。でこの真ん中のところを押すとオフになります。ラジオはね。でここバンドを押すとラジオがオンになると、モードも変わると。はい、オフ、真ん中をストップボタンを押すとラジオが消えると。はい、これラジオなんですね。それとラジオの時ですね、あのバンドを押してラジオをオンしますね。その時にチューニングなんですけど、チューニングはですね、あのこっち、これテープをオンに、お、あの開けます。そうするとですね、ここ
ここにですね操作ボタンがついてます、裏側にね。これ左からですねエンターとチューンっていうのがありますね。チューンのマイナスプラス、このマイナスプラスを押すことでですね、ラジオの周波数を変えることができます。これエンターはねプリセットですね、ラジオをなんていうんだろう、こう登録することができるんですね。その周波数でこのエンターを押すとですね、その周波数が固定されて、それでこの後からやるときには、使うときにはですね、この、早送りと巻き戻しのボタンによってですね、セレクトができるようになっているんですね。この辺はちょっと取説がないんで、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、ちょっと他の取説なんかがあればね、ちょっと見れるようにしたいと思うんですけど、それがですね、まあラジオの機能ですね。で、ラジオのアンテナなんですけど、アンテナはですね、この手のものっていうのは、どうもですね、この、イヤホンのですね、コードをアンテナとしても使ってるんで、まあ、イヤホンを刺した、まあ、聞くときにはイヤホンないと聞けないんでね、刺せば、イヤホンの、イヤホンを使えばですね、それがアンテナになるっていう形ですね。じゃあ、ちょっと、イヤホン、外付けのスピーカーと、今こう、こうやってね、ちょっと今、周波が合ってないんですけど、これで変わります。これはテレビなんでね。時間は、まあ、たった10秒ぐらいなんですけれども、もうその間に。で、まあ、これラジオの機能ですね。で、テープの方。紹介しますね。テープ、ここのボタンを押してですね、パカッと開きます。はい。そしたらですね、このテープ、カセットをここに入れます。ちょっと押し込みますね。で、蓋を押してですね、この再生ボタン、これを押します。おっと、音が小さいな。はい。焦点合ってるから、これね、ラジオじゃない。この、カメラが良くないんですよね。これ、扱いにくいんですよね。で、もう一回、再生ボタンを押すと、この、反転します。ね。そして、こう、早送りとかですね、巻き戻し。ここのボタンでできますね。はい。よし。おっと。再生ちょっとして。で、ASP ってのはちょっとよくわからないんですけど、音漏れ防止かな？音漏れ防止かなんかのやつなんですけど、はい。こんな感じのものですね。はい。これね、窓ちょっと小さいんでね、これ見にくいかもしれないですけどね。うん。ちょっとね、やっぱりね、この、カメラ、良くないですね、これ。カシオのデジカメ使ってるんですよね。コンパクトのね、デジカメを使って。これ、ビデオではないんでね、こう、機能が非常に、ビデオ撮影には機能がちょっと足りないんですよね。で、まぁ、ちょっとうんちくなんですけど、さっきですね、こう、この機種はですね、こう、直せなかったって。ボンベルトのせいなんですけどね。これね、1年以上前に、確かハードオフで買ってるんですよ。なんですけど、そういう、あることが原因でですね、直せなかった。それがですね、まあ、1年、こう待つことっていうか、まあ、待ってただけじゃないんですけど、いろいろ調べたりする。そういう中でですね、解決策が見つかるんですよね。で、よくですね、先延ばしをするなっていうことを言いますよね。今日できることは明日に延ばしちゃいけないとかね、そういう、まあ、自己啓発系とか言うんですけど、僕はね、逆にね、それを、先延ばしを戦略にしています。ある意味ね。怠けて、こう、ほっとくっていうんじゃなくてですね、
積極的に先に伸ばすんです。はい。要するに、準備が整うまではですね、動かない。先に伸ばす。で、まあ、今回、ボンベルトなんで、なかなか、いつ解決するかってわからない問題なんですけど、例えばね、待つっていうのも一つの戦略なんですよ。戦国武将で、徳川家康って言いましたよね。あの人は、泣かずなら、泣くまで待とうホトトギスっていう句かな。そういうのが あって、それは、まあ、家康が作ったわけじゃないと思うんですけど、要するにですね、待つっていうこと、技術なんかも特にね、例えば、回線のインターネット容量が足りなくて遅いとかね、あとはこうハードディスクなりメモリーが足りないとかね、 CPU のスピードが遅いからできないって、そういうものはですね待ってればいいんですよ。何の法則だったらちょっと名前忘れちゃったんですけど、1年で2.5倍かなっていうような、そういう法則、なんで自然のある種、まあ、法則っていうかですね、そういう、いうものがあってですね、ある分野においてはですね、待ってるだけで解決するものってあるんですよ。そういうものをですね、わざわざですね、エネルギーかけてやってるとですね、他のことがおろそかになってしまうんですよ。ですから、まあ、カウンセリングしてる時もそうなんですけど、何でも先延ばしにすればいいってもんじゃないんですけれども、戦略としてですね、先延ばしっていうことをよく提案しますね。で、それも僕も実行してます。要するに今言ったようにですね、待ってれば解決するものを闇雲に動くっていうことはですね、必要ないんでね、こうじっと耐えるって言うとおかしいんですけどね、じっと待つ、いろいろなね、やっぱり待つつってもね、そのままただ待ってるだけだと、なかなかそれが、思うようにならないんですけど、やっぱ種をまいていくんですよね。例えば、ゴムベルトであれば、ゴムベルトに関しての資料を、あれかな。よし。あ、止まった。これは、リバース、これがね、行って帰ってきたら、B 面が再生したら終わるモードですね。はい。になってます。はい。どっちだ？こっちかな？はいはい。あ、まあ。そういう形ですね。まあ、技術とはあんま関係あるかな。要するに何かがトラブルとか問題があった時に、いろんな解決方法があるんですけど、一つはだから、そういう、積極的な、先延ばしっていうことを、僕は結構戦略に組み込んでおります。で、戦術と戦略って言うんですけど、まあ、またこの、今度の機会にしようかな。また、長くなっちゃったあれなんですけど、ね、私自身ね、カウンセリングでいろいろな問題解決とか、そういうのの、提案とかいろんなことしてるんでね。なので、こう、自己啓発的なんか、どちらかというとイケイケって感じでですね、どんどんやれっていう傾向にあるんですけど、時にはですね、そういうふうに待つ。ほんで、ポジティブっていうかですね、前進っていうふうにこう進むこともあるんですけど、よく自己啓発系なんかはどんどん進めっていうようなことを言う人たちもいるんですけど、実はですね、撤退するっていうことは一時的な撤退ですね。それは戦略としてこう非常に有利なもんですね。ですから見た目は格好悪いかもしれないですね。先延ばしなんて言うと、なんかね、こう、格好悪い。で、撤退するっていうのも格好悪いですね。でも、戦国時代とかですね、いろんな、こう、戦いの中でですね、
やっぱり、あの、優れた、あの、戦術家はですね、そういう先延ばしにする、待つっていうことですね。いや、そういうことやですね、あの、撤退、積極的な撤退、逃げるっていうことも一つの手出す。はい。あとはね、受け身っていうのもあるんですけど、また今度、あの、ね、機会があればですね、この心と技術の問題としてですね、あの、レポートというかですね、お教えしてもいいかなと思うんですけれども、そういういろんな戦術、戦略っていうのは、心の面もあるし、こう戦い、もしくは、あの、技術の面でもいろいろなこと、みんな、すべてですね、私はいろんな分野のことっていうのは全部繋がってると思ってるんでね。はい。ということで、あの、今回はですね、ウォークマン WMFX2 っていうものを、ものっていうか、ウォークマンを紹介してみました。はい。これはね、あの、オークションにかけます。で、ちょっとね、この機種ね、この機種って、この入手した、今回こう、やったやつはですね、これ、ちょっとね、ケースがね、あの、よろしくないんでね、オークションは、かなり安いところからやろうかな。うん。まあ、でも、綺麗ですよ。中は全部、あの、クリーニングっていうか、あの、アルコールとかで拭いてあったりとかですね、直してあるんで、問題ないんですけれども、ちょっとね、凹みとかが多いかなと思うんでね。で、オークションの方の、URL はですね、説明のところに載っけておきますんで、もしこれあって安かったらですね、まあ買ってあげてください。はい。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、今朝見たときに登録者数が436になってたかな。はい。早くですね、500を突破してですね、なんとか1000の登録をちょっと目標にしてるんですけれども。はい。ということで、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。また長くなってしまったんですけど、ナオリンでした。失礼します。